元気が出る大チャンネル。大チャンネルご覧の皆さん、北川大輔です。僕は今代々木上原欅ホールの前に来ています。今日これから CS 火曜ポップスチャンネルの撮影にやってきたんですね。山崎定治さん、飯上演さんの番組ミュージックシャワーのテレビの公開収録なんですね。だから楽しみに行ってきます。いい天気です。行ってきます。大チャンネル。では向かいます。はい、おはようございます。佐々木会長です。よろしくお願いします。今日お世話になります。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、今日の楽屋になります。松原武ちゃんと一緒です。こんな感じです。さあ、台本がありますね。ミュージックシャワーホール編ということで、仕切りはホリデージャパンですね。ミュージックシャワー、今日こんな感じで撮影があります。そしてじゃん、今日の衣装、有森ちゃんが色をかけてくれてます。こんな感じです。はい、よいしょ。大好き北川チェーンということです。イエーイ。はい、お待ちです。よろしくです。山崎定治さんです。おはようございます。皆さんこんにちは。どういうキャラなんですか。どうも、久しぶりです。じゃあね、もう大ちゃんに負けないようにね、はい、もう元気にならないといけないということで、ね。まあ、本当です。もう元気じゃないですか。いや、もう本当にもう大ちゃんはね、はい、元気印もうマックスですから。本当ですか。悩みあるんですか。何にもないですね。何もないの。悩みがないことが悩みだって自分でこう思ってますね。でも楽しいことが一番ですよね。いや、まあ確かにね。はい。もう楽しいことが一番。そうですよね。今日かっこいいですね。またその蝶ネクタイがなんかおしゃれですね。ああ、もう蝶々夫人でいきますか。ダジャレが出た。今日よろしくお願いします。いざが楽しみ、はい、終わりました。今日楽しみにします。はい、よろしくお願いします。はい、イエーイ。ご紹介します。飯上演さんです。アニハセヨ。アニハセヨ、飯上演です。はい、大好きにいた。はい、お久しぶりです。お久しぶり、お元気でした。番組だ。はい、嬉しいです。ありがとうございます。なかなか韓国帰れなくてっていう話で。帰れなくてね、そうですよね。はい、韓国どちらでしたっけ。釜山です。ゴッピーヌン、トンベクソーベですね。そうそうです。三個へ帰るですね。はい、そうですね。今頑張ってる新曲は。今頑張ってる曲は悲しみの雨でございます。いいですね。楽しみにしてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大輔さん大好きよ。ひなとみれちゃんです。はい、ひなとみれです。よろしくお願いします。はい、デビュー15周年おめでとうございました。ありがとうございます。今年の4月の4日がちょうどデビュー日だったので、はい、地元の岐阜で15周年記念コンサートをやらせていただきました。はい、大盛況だったと聞いてます。そうですね。なんとか無事に終わることができてよかったです。ね、今新曲はホリデージャパンからね、はい、そうです、出てますけど。今回ですね、新曲が10年愛という曲が11月の23日に出るんです。はい、あ、じゃあこれからですね。そうです。準備が忙しい大変時期ですね。大変時期ですね。頑張りましょう。頑張ります。どんな歌ですか。10年間も男の人にずるずると引きずられる。うん、わお。わお。そこまで待たないんですけどね、女性は。うん、はい、でもその待って、でもその別れるを決意をする女性の気持ちを歌った歌なんですが、はい、難しいです。はい、頑張りましょう。頑張ります。はい、よろしくです。ありがとうございます。はい、ご紹介します。半蔵さんです。ありがとうございます。どうもどうも、こんにちは。半蔵です。お元気ですか。元気すぎて。はい。元気すぎて、誰か止めて。いいことですね。止めて。なんか最近、英会話始めたとこ。そうですね。このコロナ禍で、はい、もう何かや、ちょっと、得得しようと思ってて、はいはい、僕は教える立場なんですよ、はい。ずーっと、ボーカルスクールで、歌の先生。教わるって、実はないなと思って。あ、なるほど。ほんで、英会話を、はい、オンラインでね。あ、いいですね。お互いを自己紹介して、はい、もう英語でですね、ま、英語でセルフイントロダクションで、バイリンガル、うん、もうそれで、もうとにかく少しずつ半分は日本語、半分は英語にして、はい、気軽に楽しくやってます。いいですよね。はい、それと、僕は昔ゴルフ場に勤めてて、はい、歌手になる前、はい、まあ、22年前に退職したんですけど、はい、それをなんかこう思い出して、ゴルフ好きだったなと思って、だけど営業の方がやってたんで、まあ、もちろんですね。プレーの方はお客さんの接待ゴルフばっかりだったんで、はいはいはい、本当に自分で楽しもうというゴルフをやってみたいと思って、はいはい、近くにできたインドアゴルフ の、はい、先生について、はい、週に2回ぐらいレッスン受けて、はい、偉いですね。ゴルフ頑張って今、はい、コースも出てます。一度行きましょうね。ね、行きたいですね。はい、あまりに運転の差なんですけど、そんなことないです。ただ楽しい差がだいぶ分かってきました。あ、いいことです。それが大事です。すごい楽しい、はい、歌も何でもそうですけど、やっぱ楽しくないとダメですね。それとそっからですよね。歌をやるそのステージの体力がつきましたね、はい、あ、それはいいことですね。毎日練習を何から、はい、何らかして、はいはい、構成だりして、
基礎体力をつけてるんで、はい、なんかバネができて、はい、前より声が出るようになった。いいじゃないですか、うん、いいことです、はい、全身の筋力がついて、はい、今回の新曲は大海原。大海原、はい、大海原は実は12年前に作ったんですが、はい、次の年が東日本大震災で、はいはい、海を連想させるのはそうですね、ちょっとね、ということで消極的な時期ありましたもんね。12年間自粛して、はい、出さなかったんですけど、はい、今回僕は定築レコードなんですけど、はい、ディレクターからこの大きな歌をちゃんとシングルにしようよということになって出させてもらいました。満を持してというかね、満を持して、まあ日本はねもう海に囲まれてる国なので、 そのイメージはあっていいですよね。そうなんです。わかりました、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。イエーイ。松原武史くんです。久しぶりです。お久しぶりです。もうなかなかここのところコロナ禍で、そうだね、2年ぐらい大輔さんに、うん、会えてないんで、ね、実物の大輔さんにお会いできてないの。そうなんで、たまにメールくださったり、うん、なんかこう、ね、Facebook で大輔さんの活躍、いろんな方がアップされてるので、はい、あ、大輔さんコロナ禍でも変わらずすごい活躍だなと、はい、いつも思っていたんで、久しぶりに今日は、はい、この楽屋が ね、そう一緒で嬉しいです。はい、はい、ね、最近どうなんでも、コロナ禍ではあっても、あの、うん、コンサートツアーをやらせてもらったり、まあね、それからあの9月の後半から、うん、あの劇団全身座 の、 あの雨上がるというお芝居の中で、あのお芝居の中で、うん、渡り芸人与十郎という役で、あのちょっとあの出ちょっと 出してもらっている、うん、そういうのがあるので、面白いね、いつもとちょっと違う松原健を見てもらえるような、うん、いいね、そんな活動しております。じゃあこのコロナ禍の間に、はい、いろんな幅を広げてね、来年の1月のお正月公演まで、うん、京都の本土町のかぶれん城というところでお芝居がまだ続いてたり、うん、長くこうやってますので、はい、ぜひ皆さんには歌以外でもいろんな、いいね、じゃあ歌手松原健、そして役者松原健に会えるところね、ぜひ会いに来てほしいですね。なんかでもいろいろやりたいよね。まあ、あの一番最初ね、五輪の花とか、うん、最初ね一緒に、あのあれ2010年ぐらいですか ね、あの明治座とか長寿劇場とか、はい、一緒にやらせてもらって、五輪で、五輪ですからね、五輪の花でやったの、そういうのをちょっとまたやりたいですよね。大輔さんもデビューの頃から、うん、あのクラウンのソングフォーユーとか、そういうユニットというか、あとイケメン3とか、うん、ね、うん、いろんなユニットにご縁のある方ですけど、うん、僕はあんまりなくて、うん、その五輪の花ぐらいなんですよ。演歌男子をする、あ、演歌男子はね、うん、出させてもらってますけど、そうそうそう、一番最初の演歌男子なんですよ、うん、大輔さんとジェロと3人で、そうだね、あれが一番最初ですからね。え、新曲のアピールだけしてる、あ、そうですね、うん、夢を抱いて走れという松原健、with 宮崎優香伊勢レイラという3人で歌っている、あの前向きな元気ソングです。ぜひ大輔さんのファンの皆さんにも知ってもらったら嬉しいなという、そんな応援ソングです。ぜひ応援よろしくお願いします。はい、今日よろしくです。こちらこそよろしくお願いします。松原健君でした。でした。今日の収録の放送日になります。千葉テレビさん11月21日、 KBS 京都さん11月21日、岐阜放送さん11月23日、そして24日が再放送です。栃木テレビさん11月24日、 CS 火曜ポップスチャンネルさんでは11月の25日の放送になります。楽しみです。ちょっと前、まあ、ちょっと前、このぐらい、はい、いいです、はい、取れます、はい、はい、じゃあ、長くおします、はい、いきます、いい、はい、はい、はい、すみません、ありがとうございます。水田龍子さんです。はい、どうも、水田龍子です。大チャンネルをご覧の皆さん、どうも、いい、お久しぶりですよね。お久しぶりです、はい、北海道旭川の出身で、はい、ね、旭川ラーメン美味しいですよね。美味しいです。食べたことあります、はい、あります、あります、あります。旭川のラーメン、旭川のラーメンは基本的に醤油味、醤油ですよね。そうですね。札幌が味噌、はい、旭川が醤油、うん、函館が塩って塩、一応こうくくりなんですが、うん、そうですね、私はやっぱり味噌ラーメンが一番好きです。あ、なるほど、まあ、北海道のイメージですもんね。うん、あの上にいっぱいね、もやしを乗せて、なるほどね。でも北海道結構お仕事で行きますよね。あれ行きます。で、うん、この YouTube の撮影でも北海道ちょっと行ったりして、うん、あ、そうなんですか。そうなんですよ。ありがとうございます。スミレの本店も行ったりとか。あ、スミレ、そうそうそう、あのお味噌のね、美味しいラーメン、味噌と生姜の、あの美味しいですよね。そう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 、はい、でもあの旭川も行きましたよ。やっぱり醤油ラーメン美味しいですよね。ちょっと色の濃い感じのね。そう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 、そう、すごいね、あの有名なとこがあって、はい、芸能人御用達のお店もあるんですよ。なんて言いますよ、生姜ラーメンが有名で、はい、はい、あの島津屋さんとかも大好きでね、はい、なんかステージの前に行かれてたし、うん、はい、だから結構美味しいラーメンも、いい、ね、ジンギスカンも美味しいし、そうですよね、もう食べ物いっぱい美味しいの で、はい、でね、ぜひ皆さん旭川にも行ってみてください、はい、ですよね。動物園もあるしね。あ、よくご存知 で、ね、あ、いや、はい、もちろん子供の頃からありました。旭山動物園っていうんですけど、うん、はい、すね、子供の頃の時はすごいね、寂れた
感じでお客さんが本当に少なかったんですけど、うん、まあ、ある時からね、はい、こう大改革をして、はい、もう今は本当に日本を代表するそうですよね、みんなのやっぱり行きますもん、行きたいと思いますもん。一応観光大使やってるんですよ私、旭川の、はい、だからここまで言ってくださると、はい、もう嬉しいです、はいはい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、そうです、今頑張っていらっしゃる曲の、はい、曲だけ、あの今回道の雲上という曲で今頑張ってまして、はい、あの4月に昨年発売したんですけども、あの昨年の12月にまた東北感謝版ということで新しく、はい、あの特別版を出させていただきましたの で、ね、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。水田理子さんでした。あ、どうもありがとうございました。いってらっしゃい。お前お前お前ばかりを責めてるわけじゃないからね、ついてきてくれよ、ずっと吠えるのに。あー、終わりました。ごめんなさい、ありがとうございます。最高だよ。本当ですか、ありがとうございます。もう今までで一番いい曲、ね、ありがとうございます。本当に気合入りました、ありがとうございます。キャンペーンお手伝いします。ありがとうございます。素晴らしい、ありがとうございます。感謝します、ありがとうございます。原田裕さんです。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。ご紹介します、北岡秀先輩です。おはようございます。おはようございます。お久しぶりです。お久しぶりです。綺麗ですよね、もういつもはつらつとして、はつらつです、ね、元気いっぱいです。元気いっぱいですよね。でも先輩だって元気でしょ、うん、元気です。そうですね、はい、おかげさまで。山形のご出身でいらっしゃって、ね、はい、そうですね。このイメージとしては、もう何年ぐらいこの大山の形なんですか。うん、もうあの長田になってからもう28年、29年ぐらいですよね。ああ、はい、やっぱりこの業界で何か人と違うものっていうなんかきっかけがあったんでしょ、うん、そうですね、やっぱりデビュー10年しましてね、うん、まあこのままだったらちょっと、うん、どうなんだろうっていうのを考えた時期があってね、はい、何かもっともっと人と違うことやんなかったら、うん、はい、この芸能界で生き残っていけないと思ったんですよ、まあ、はい、それで厳しいですからね。私あの踊りやってたんで、はい、そうですね、はい、それをあの生かしまして、はい、女方へ転向しまして、それはもう特技ですよね。もう長くなりました、はい、あのまだこの形になる前のあのジャケットの写真なんかも見たことあって全然あのすごいニヒルな感じのね、いやいやいや、あのすごいこうイケメンなボーイッシュな感じのイメージだったん で、はい、その感じからもうガラッとねこの女方の雰囲気で、でも、はい、歌がまたすごくこう繊細なね、その綺麗ですよね。あ、その言葉もすごく丁寧に置かれるし、なんかやっぱりこうすごいすごい歌上手なんですよ。だからやっぱり見せるというかね、はい、やっぱり本当にそういった意味ではプロの中のプロだなって自分はすごく尊敬してるんですけど。あ、どうもありがとうございます、はい、で今頑張っていらっしゃる曲の PR お願いします。伏見十石船という歌で京都を舞台にしました歌なんですね、はいはい、あのとてもしっとりとしたあのいい歌に仕上がってますから、はい、ぜひあの北川さんのファンの皆様も一度聴いてくださいませ、はい、よろしくお願いいたします。はい、お世話になります。北川博さんでした。イエイ、ありがとうございます。どうも、エコとヤエコとリーゼント、とってみやつ北川エスプレッソでよろしくお願いします。お願いします。お久しぶりです。楽しみに来ました。ありがとうございます。本当に、はい、元気ですよね。元気だけはないですね。ゴルフね、アマチュアプロ、はい、そうなんです、プロゴルファーだったんですよ。そうです、体壊して引退をしてしまったので、まず、あ、兄貴もそうですね。そう、やっぱり体もね、自分壊してしまって、うん、本当はね、ボクサー続けたくてやっていらっしゃるはずなんですよ、うん、でも、そこからの人生って流れていって、全部役に立ってますよね。今回の新曲は、今回の新曲はですね、吉井宇造さん作詞作曲なんですね。タイトルがずーっと2人、伸ばすんですよね。ずーっと2人って言ったんですよ。優雅なソロ、はい、3連のリズムで、本当に心地がいいリズムと、あとはやっぱり20年、30年寄り添ってこられた恋人との伴侶の方にずっとこれからも一緒にいたいねっていう、あのラブソングの真髄みたいな曲かなと。はい、今回の北川ですけど新曲はタイトルがずっと2人、作詞作曲、優秀不動産です。とてもいい曲なんで、ぜひ覚えて歌ってください。では、どうぞ。はい、OK です、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。無事に収録終わって帰ってきました。そしたら先にね、収録だった松原武君はもうこれで帰っていて、台本に大輔さんありがとうございました、またよろしくお願いしますね。偉いですね、書き置きがあって帰りました。ということで今日は、無事に収録が終わりました。皆さんぜひ本番楽しみに待っててください、見てくださいね。今日は最後までご視聴ありがとうございました。
この動画が良かったと思われる方はいいねボタン、そしてチャンネル登録お願いします。